ままずは折折りり紙を四角にに半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折りますこれを縦にして さらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折りますこの正方形を今度は三角に半分に折ります 開いて90度回してこちら側も三角に半分に折りますこれを開いてこの部分を開いて内側の折り筋に合わせてこのように折り替えます反対側も同じように折ります三角形を立てて 中を広げて正方形に潰します。すべての三角を同じように正方形に潰します。この正方形の一つを上にめくりながら折り鶴を折るときのようにひし形に折っていきます。これを横にして 下側の角を中心に向けて折ります。これを開いて、今ついた折り筋にこの部分を合わせて折ります。上下ひっくり返して、反対側も同じように折ります。開いて、今ついた折り筋にこの部分を合わせて折ります。これを縦にして裏返します。 そしてこの部分の角をこの中心よりも 1cm くらい上の位置で折りますこの角の部分を小さく上に折り返しますこれを横にしてこれで折り紙の部分は完成ですこれに模様を描いていきます 先の部分に縦長の目を2つ描きます。そして真ん中の筋をなぞるようにして横線を引きます。その両側に顔から曲線を後ろまで伸ばします。 これに色を塗っていきます黄色いマーカーで目の部分を塗ってグレーのマーカーで顔の周りを塗りつぶします青いマーカーで体の部分を塗ります尻尾の先の部分は残してすべて塗りつぶします グレーで体の模様をなぞります。細かい部分を塗って黒いペンで模様を縁取りします。これでキラフロルの完成です。